はい、皆さんこんにちは、ノッツォでございます。ということで今回もですね、カービィの方やっていきたいと思います。カービィ、星のカービィ、夢の泉の物語、続きやっていきたいと思います。今回はレベル4をやっていきたいと思います。合併ガーデンかな、合併ガーデンじゃなくて、なんつんだろうね、なんか上が読めたら下が読めなくて、上が読めなかったら下が読めるみたいな、そんな感じなんだよね、最近。英語ができませんというところで。あ、前回のアイスクリームアイランドはね、あ、全部フルコンプしましたけども。はい、ということでやっていきましょう。今ね、俺で勝った、これ最強なのが2枚出せる。2枚出せる、ほら。2枚どころじゃねえ、3枚出せる。これで勝てないものはないだろっていうね。しかも、こっち向き打ったら、こう、直線的に行くから、あ、さっきの危ないな。ちょっと、挑戦的なことしてしまったね。オッケーオッケーオッケー。わわ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 わ足場なんだ。なるほどね。オッケー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 。それを理解すれば、いけないこともある。こんななんか、よくわからんステージ。あ、これ雲の上ってことなんかな？多分。なんちゃらガーデンの前のところは、多分あれだね。多分雲を表してんだろうね、多分。あ、待て !UFO! あ、待て。UFO がいた、UFO がいた。我が魂。我が魂どんだけいるんだっていう。結構系統はビーム系なんだよね。俺の魂になり得るよな。来た。え、UFO、ああ、ほら、俺の魂これ。ガンス俺の魂。おい。貯めれば、もうレーザーみたいなもんだわな、これ。レーザーとビームが兼ね備ってんのはこれ。もう俺の魂だな、こいつは。そもそも俺の魂で何なん？さっきの敵何？あ、これ、うわ、気持ちいい。あ、なんかこれ、半分のブロックある、これ。あんなあるんだ、これ。半分のブロックなんてあるんだ。うい。あ、何これ、この緑の玉。初めて見たんだけど。こいつごと粉砕しよっか。オッケー。あ、そうか。貯めなかったら、本当にビームみたいなもんなんだ、これ。ほら。ちょっと貯めると、スターみたいになる。星になる。UFO 最強説ある、これ。すごい。しかも、ここはこれでいけるもんね。これでゴールドとおさらばって感じ。はい。上がってくんな、一瞬。ゴールドは、あれか。直進的だから、うわ、横に来るゴルドもいる。これは初ですね。ビームのためがちょっとラグがあるな、これ。ちょっと使いづらいところも少しはあるけど、スリープ。これやっつけ、ナイス。うわ。このぴよぴよは、あれなんだ、追尾なんだね。うわ、うぜ。弾さ、弾。ちょっと待って、ぴよぴよが無限に湧いてくるんだけど。すげえ鬱陶しい。これ UFO 必須ステージか。そういうわけじゃない。そういうわけじゃないのか。これ気持ちいいな。元元祖、我が魂。ビーム。どっかにステージあるんじゃね、どっかにステージだけど、どっかに、あ、ほら、あそこ。あれ怪しいと思ったけど、そうでもないのか。なんかありそうなんだよな。全部破壊しよう。はい、そういうゲーム。UFO で全てのステージを壊すという、そういう新しい遊び。まだ一面もクリアしてんのや。やばくないこれ。もういいわ。もう行こう。UFO つ、あーが。あが、こうなってる時のトルネードは強すぎる。あが。これ貫通しないよね。あ、しないか。オッケー。なんでお前投下できんの？これ投下できないのに。うわ、こうなった時のトルネードは半端ない。無敵。いや、スリープちょっと地味うぜえ位置にいるな。あれに当たったら死ぬ？あ、寝てるわ。
よし、ビームビーム。オッケーオッケーオッケー。オッケー！あ、違う、これ A ボタンか。毎回忘れる。よし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 。これ UFO 計測で、いけますんで、行きましょう。いいですね。あ、UFO あのエリアだけか。あ！そういうやつなんだ。あー。なるほど、なるほど。ピーチランじゃなくて、ピーチのあれみたいな感じだね。ピーチのあれみたいな、あの、お城みたいな感じだね。あー、そっか、いけない。下行ける？いや、下は行くのは、下は行くな。下は行くな。下は死ね。オッケー。一応、スパークにはなっといた方がいいな。こういう、近距離で技が発動する系は、さほどね、強くないのことが、証明されてますんで、展開はできるけどもっていう。展開はできるけどもっていうやつね。オッケーオッケーオッケー。あ、なるほど。こういう時は、まあ、破壊できるわな。うん。こういう時は破壊できる。ちょっと入ってみるか。いや、これ展開しとこう。オッケーオッケー。あとはこれ。あ、ガン危ねえ。あ？これ何？え？あれ？移動するだけ？特に何もない。この向こうのブロック、なんか、あの、普通にマリオのブロックに見えるね。レンガ式。え？ちょっと、異質な、今までとは違う異質なステージに来てしまったな。こっちにダダダダダダっていく。オッケーオッケーオッケー。こっちは特になしか。下行くか。あ、ガン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 。いや、潜れるな。下はいける。下いける。でも、感電死しないこれ。これ、電気うなぎになれるかこれ。あ、でも、向こうから行くっぽいな。これは維持したいところやな。じゃねえと、あのブロック壊せないかもしれない。うわっ！バカっ！うわっ！あ、これで壊せんのか。ブクブクブーでいけるんだ。あ、オッケー、スパークじゃなくてもいけるわ。これの存在を、もうすっかり忘れてましたね。あ、上に、上もあるな。ちょっと隠しステージがある方が行った方がいいよ、これ。食べ物あるっしょ。ほらほら。こんなやつに、任しといてよかったんか。このマキシマムトマト。と、人生ミスでしょ。主営の人生ミス。これ明らかの、明らか運営のミス。ちょっとまだ中ボスに出会ってないところなんですが、オッケー。これリンゴ当たると、ダメだね。よし、リンゴとろ、と、ともに。これ上飛んに行かなくていいな。フルで体力あるしょ、これ。あー、どっち行く？目なんか。あ、またスパークか。ニードでもいいんだけどな。はい、オッケー。こう行く。ナイス。下か上か選べるようなステージになってますの。にょん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 。あ、こう展開しとこうか。オッケーオッケー。うわっ！あかっ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 。あかっ。よし。オッケー。それリスキルみたいなもんでしょ。ういー、これで。こいつは無力。あがん。2体はうぜえな。いや、これ爆弾ガードできるから。オッケー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 。おらおらおら。よし。よしよしよし。あと1体、あと1体。ヒットアンドウェイ、ヒットランドラン。オッケーオッケーオッケー。お前の兄貴が倒した。お前の兄貴が倒した。オッケー。弟も倒した。オッケー。ナイスー。あ、中ボス倒して、ゴールか。なるほど。2のステージクリア。どっかボタンあったんかなーって感じするよね。あ、これは敵が銃を抜いたら素早くボタンを押して敵を倒そう。敵が銃を抜く前にボタンを押したお手つきだよと。どっちがボタンだっけ？あれだっけ？うん、あ、ごめんごめん。この速度だったら、レベル3かレベル4で死ぬんだよな。もうちょっと早く行けっていう。出てくる敵は一緒か？前回と。いや、ちょっと遅いかな。もう少し早く反応したいところ。来い。まあ、普段はソード持ってないが。ああ！な、お手つきは。やれぜ、ダブね！お手つきは1回していいのか。3回までか。ぶっ飛ばされたらもう終わりって感じか。あ、こいつにやられたん前回。あ
あ、終わり？うわ毎回あのゴリラやれないわ、ゴリラ。悔しい。毎回ゴリラやれないわ、悔しい。まあ、スパークのままでいくか。アイガース、あ。あー、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。ファイヤーが欲しいのに。スパークを外せない。これ。ちょっと待って。能力の吐き方ってどうやんの、マジで。あ、こうか。なるほど。押してないボタンあったわ。いや、ちょっと引火させたいよね。ここに、待機。はい、来い。これ離れると多分、なんもないから。まずこの、あ、ワンアップ、ナイスオフ。こんなに簡単にもらっていいのか。よし、待機すんだ、待機すんだ。うわ、なるほど、風が来るステージか。なるほど、なるほど。これでも、ちょっと行きやすいな。この風に乗って、行きたいところ。OK。下のステージどんな感じ？戻るの大変だ、これ。戻るの大変だ、これ。歩けばそんなことないんだろうけど。キノコ、キノコ、あ、下は？あ、そうか、オッケー。上か？うわ、上か下なのか何なのかわかんねえや。あ、ブーメラン、これ。別に、あれしなくてもいいか。プロペラ、これ当たって、こうミンチにならん。あ、これ、あ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 、解放かよ。なんか保護色みたいな感じ。ええ、あ、あ、この距離から吸えたのか。なるほど。強いね。あ、キノコ小僧。小僧ですね、これが。毛が生えてたら男爵になりますね。毛が生えたら、まあ、一人前の大人みたいなね。毛が生えるまでは、まあ、そういうことや。下行こう。どう？なんか向こう何かありそうなんだけど。うわ、入ってた。ああ、危ね。吸って、カッターになり、オッケーオッケーオッケー。ああ、急な。あ、ハイジャンプもある。あ、これ上だな。うわ、色が似てるからこれ。わかんねえな。あ、パラソルはやっつけたいところだけどな。いや、ちょっと。待て待て。待て待て。あかん、よいしょ。一緒に飲み込んでいく。オッケー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 。あ、待て、上にドリンクあるわ。上にドリンク、上にドリンク、上にドリンク。オッケーオッケーオッケー。あ、ワープスター。オッケー。あ、なんか下になんか階段みたいなのあるぞ。ワープスターに乗って、あー、またこれか。雲のステージ。おもろいんだよな。あー、我が魂がいるんだけどな。あ、パボちゃん、パボちゃん。パボちゃんだっけ？あの、バレーボールのメインキャラクター。あ、全然無視でいけるわ。うわー、3系だな。オッケーオッケーオッケー。4行けば上々です。これまたボタンかー。これ2番、どっかにボタンあったんかなって思うよね。1番か2番かわかんないけど。あ、これ光ってるってことは、多分3番どっかにあったんじゃねえかなって思うわ。そういうことだと思うんだよね。ちょっとこれ、探すか。ボールって何これ見て。こんな能力あったんだ。なんか緑の球食ったらボールっていうコピー能力になった。単純にボールになるらしい。あ、下に行けるな。これジャンプできる。あー、なるほど。あ、UFO、うわ、いた。あー、これ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 、小緑のやつを吸い込むとボールになるらしい。ボールカービィっていうのは違うゲームであるよね。タッチペンで操作するやつ。これでも、ボールになってる間、とんでもなく、やばいな。とんでもなくやべ、あ、こいつ吸い込んだらやべえわ。吐き出せばいいんだけど、オッケーオッケーオッケー。ぶっかぶん！おお、初めて1番来た。なんでもとこで、なんでもないとこで来たな。あ、ワンアップ、ナイス。おお！え、ちょっと待って待って。なんかわかんねえけど、スイッチあったわ。なんでこれ？
いやもうほんまよくわかんねえけど、スイッチ押せた。ここなんか見えない空間があって、これ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 、こういうパターンもあんのかよ。それはわからんわ。よっしゃ、やっぱりそういうことだね。この扉が白くならないと、まあまあ、やば、まあ全部回ってませんよってことだ。これはあれだね、UFO キャッチャーですね。まだ得意なので任してください。いや、大きいの狙っていきたいね。結構さっき、ここのスイッチを探すのに結構死んだからね、俺。言っとくけど。3、4回死んだから、ここで返さないと割に合わねえ。まあ、ここまでクリアも持っていけるような。あ、お、なんのあれもなかったね。オッケーオッケーオッケー。危なくいったね。これ足元をつかむような感じになると、確実に失敗するから、あー、これは失敗するけど持っていく!さすが俺。ははこれで4機増えるからね。強すぎる。あまりにも強すぎる。ナイス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 。元に戻ってきた感じかな。負けを取り戻したって感じする。で、3をクリアするとここは開くんだと思うんで、ちょっと探そうか。あ、これやこれやこれやこれ。これだこれだ。これだこれだこれだ。ナイス。ボタンがある。ほら、来た来た!ナイス。これはあれか。なんでもというか、誰だろう。コピー能力見れる場所だ。さあ、ということで、スイッチを押したので、まずここ見ようか。何が対象?スイープめっちゃくちゃ嫌。うわ、ボールもいる。どれもいらねえ。スリープとかマジで役に立たんからな。それというのも、あれなんで、この能力欲しい。この能力欲しい。わ、いいいい。掴む系が欲しいんだわな。うわ、あがあがあが、テントウムシ飛んでくる、テントウムシ。ほら、テントウムシ。もうなんで。いや、もうカービィ二酸化炭素溜めがちだからね、ほんま。来い来い来い。オッケー、ナイスー。オッケー。華麗に避けていく。ええ、避けていく。オッケー、ナイス。お前の攻撃は見切ってるよっちゅ。んだ、じゃあジャンプする。ナイス。ジャンプするか。普通に避けてくるね。えらいことに。これで。ああ、うわー、最悪。ああ、ちょ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 。相手好き放題されてんじゃん、これ。これ取れば、マキシマムトラマトもゲットできるので、うん。ウィンウィンな関係ですね。こいつとは。こいつと俺はウィンウィン。この能力は面白いんだよね。火星は引かないのか。これ。これが、すんげえ楽しいんだ。あ、パラソルごと掴むんだ、これ。強っ。パラソルってさ、あれなんだよね。あの、本体やっつけると飛んでっちゃうから、パラソルごと持ってけるのは、素晴らしいね。オーラティー。なんだ、あの、モアイ。すごい素早い動きで。鳥はこれ、掴んどきたいな。あー、危ねえ。あ、これ、掴むとあかんやつや。掴むとあかんやつ、掴むとあかんやつ。あー、吸うとあかんやつだ、こいつは。ヤドカリみたいなやつ。あ、こいつ、追尾系か。追尾の鳥と、追尾じゃない鳥がいる。まっすぐに飛んでく鳥と、そうじゃない鳥がいる。あ、こいつはそうだ。俺を親だと思ってる。俺を親だと思ってる、こいつら。この何?このブドウみたいな、これ。後ろのこの巨峰は何?うわ、タイヤが楽しそうなステージ来ましたね、これ。ちょっと、これはちょっと、これ、解くか。これ、これ、明らかにタイヤが面白そうなステージだから。ウィー、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 あ、あー、なるほど。こういう系か。それまでになんとか間に合えってやつだな。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。よし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 。あぶねえ。うわ、これ多分スイッチあると思う。あ、ないか。道中になんかあったけど、関係ない。あー、これあかんわ。あの、これじゃ戦えない。これじゃ戦えない。これじゃ戦えない。ビームかなんかじゃないと戦えないわ。本当に、ホイールは坂下るぐらい。とか、
弱いボスには効くけど、え？なに、こいつ何？こいつ何？ボールか？ボールの、あれかな？コピー能力の、中ボスかな？小ボス？中ボス？こいつなんていたっけ？あ、いや、掴んでくるんだよね。掴んでくるってことは、クワガタと、これ、やばい。一緒かもしんない。これでも、ビームが結構かかってる。あー、痛い。ね、落ち着け。落ち着け。ほら、ビーム連打。あー、掴むけど、オッケー。なんならこれでやっつけて、こいつ食べるか。え？スロー？こいつ、能力違うな。同じ感じだけど。新しい能力だ。あ、投げるってこと？あ、投げるパターンか。何でも投げられるってこと？これおもろいね。ってことは、こうか。何でも投げちゃうってね。これ、それ用に用意されてるでしょ、絶対に。ね。あれ？斜めは確実に斜めなんだな。あー、でもこれ持ったら動けないのちょっと辛いな。まあいいや。こんな能力もあるんだねーと。早く押しすぎた。あの、ビヨーンとこう、下まで行ってから、行けたはずなんだよね。それで、上目指せるんだ。4は特にスイッチ押す場所なかったから、このままでいいんだけど、間違えてここに入っちまったぜ、これ。抜けたいんですけど、これ。抜けさせてくんねえかな。スローも、ほんとに。おいやっていい！あかん。これも、なんだろう。古文吸い込んで、吐き出すのとそんなに変わんねえぞ。あ、でも威力は、マジモンだ。やばい！あー、ちょ。おいやっていい！やっていい！あっ！おい、ここに入りたくなかったのに、まあ、ほんとに損してるわ。ははは。予定になかったし、あそこで死ぬ予定が。あ、メタナイトが。優しか。空中。うん。おい。トンが欲しい。あ、クローズ。スパーク。スパイクって何でしょう。これ、なんかストーンがいじそうな予感のステージだな、これ。あ、そんな感じもするね。あ、もわい。うわぁ、あれなんだろう。トゲがめちゃくちゃある。あ、でもこれでいけってことか。すんげえ難しいことさせんな。一回これ、ナイス。これもうあれだ。死なはもろとも。ダメージ食らっても、うんたらかんたらってやつや。あれ、生き方あるのかな？あー、多分ストーンで上から乗ってってことが、多分あれ。そうだと思われる。ん？ちょっと変わったところに来たな。あの、雲のステージがだいぶ変わったね。このステージ。1とか2とか、雲登ってたのに。うわー、またこのステージか。これで勝てるかわかんねえし。メラン。え？新たな敵が。まあ、吸い込んでしまいだ。うわ。ビーム系か。なるほど。オッケー。吸い込んでしまえば、とってことないよ、っていう話で。これ、二酸化炭素じゃ、こういったら、一発じゃないんだよね。オッケー。あかん。これ、吸い込んで、しまい。ああ、やられてもうたか。オッケー。一旦これ、ちょっと、待機。よし。これはつけて。あっ！なんでメタナイトさ、あの無敵の飴玉くれたのに、その優しさをここで発揮してくれないの？ほんまに。意味わからんわ。あが、しちゃったやばい。わけわかめなんですけど、超絶わけわけ、うわ、ちょ、噛んでる。噛んでるときはもう何も喋らんのが一番いいことなんですよね。よし。ホーク、こいつ、強いなぁ。よいしょ。あと1体ぐらいでしょ。ああ、終わりか。いや、マキシマムトマトぐらいよこせや。
マジあの激戦の中、いきなり何気にバーニングなんの初めて。あ、パボちゃんいるね。パボちゃん、パボちゃん、うわ、ハエが鬱陶しい。リンゴの民が襲ってきますよっと。なんだこいつは。うわっ、危ない。うわっ、うわっ、バーニング、バーニング、あ、しゃあね。バーニングの代わりにスパークだ。バーニングも強いね。あ、月がある。待て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 、危ねえ。ゴールド先輩、はい、ジャンプ。あれ、ここか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 。あ、痛い痛い、危ねえ危ねえ。ねえねえ、かすごい難しいステージに来てまったな。あ、オッケー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 、ここにいれば大丈夫と。ナイス。当たらずに行きたいところだけどな。イエーイ、いって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 。はい、これは小ジャンプ、小ジャンプ、小ジャンプ。オッケー、ナイス。当たらずに行く。うわ、ここ無傷で行ったの最強ちゃ。ははは、多分いないと思うわ、初見であそこ無傷で行くやつ。だから俺すごいと思うな。な、ゴーバー特にスイッチを押す場所はなかったか。よし、6に行こう。能力がね、正直微妙なところはあるんだけど。あ、カエルが、これ、飛び出してくんな。ナイス。スパークでよかったみたいなところあるな、これ。俺のコピー、スパークでよかった。そういう説もあり。あり。あー、でもこれスパークじゃなくなんのね。倒せる？あ、倒せないか。あ、投下してくないか。オッケー、さすがにね。空の民はもう完全に投下してくるからね。ほんとに鬱陶しい。でも、ここは投下してこないんだ。ナイス。ここ破壊して。あ、ここも破壊しよっか。オッケー。これは取っといた方がいいっすね。体力が少なすぎる。ファイヤーかソードなんだけど、俺的には多分、ファイヤーよりも、あ、そっか、スパーク持ってたんだ、俺。うわ、あれ行きたいのに、どうやって行くんだろう、あれ。あー、行く方法あんのかな、あれ。ある？ないよな。あ、一回入るか。うわ、歌うや。なんだっけ。歌シャンクスの娘ね、これ。多分シャンクスの娘なんだと思うんだけど、もう切る切る切る。歌持ってくか。歌ってかマイク。いや、これ一回使おう。押し寄せてきたら使う。あかんかん。あー、やーべい。ソードにやっとくか。これ囲まれたらやべえぞ。囲まれたら一瞬で指名なんだけど。こいつ何なのか気になるよね。突っ込んでみろ。何これ。あ、ライトか。フラッシュだ、秘伝マシンの。ポケドで言うところのフラッシュだね、これ。オッケー。二酸化炭素最強。はい、二酸化炭素最強説。これフラッシュなんだ。うお、よう避けたな、俺。あ、ここに来るってことか。なるほど。ここに来れたんだ。うわ、これはこれがねえといけないな。おい、でどっちからやるとあかんねや。これ下からやるとダメそうか。あ、上からやってった方がいいのか。うわ、ちょっとわかんねえ。順番がわかんなかったね。あ、あー、そういうギミックですか。どんどん仕上げてけってことが。なるほど。まあ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 、しゃないわ。あが復活したらこれ死ぬやん。ナイス。あぶねえ。あ、これだけ取って帰るか。待って、ボタン押す場所なかったな。なんか鍵みたいなのあった？それすらちょっとわかんなかった。あ、よし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 、ナイス。これワンアップゲットできるからね。しかもこれ何度でもやってもワンアップもらえると思うんだよね。あ、やっぱ6。どっかスイッチ押す場所あったな。あ、これか？うわ、ここだ！うわ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 。
簡単なとこにあったわ。うわ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 、しかもこれ全回復するんだ。うわうわ、囲まれとるやんか、ハエに。華麗に避けて。うわ、うますぎ。ここにあった、ここに、ここに、ここに。フラッシュがないと、わかんなかった。戻ってこないとわかんなかったんだ、これ。なるほど、フラッシュあるところは一回戻れか。立ち返れってことか。さあ、ということで、ワープスター、やっぱここ解放しておかないと、ここに来るのめんどくさいけど、まぁ、今回カッターがあるんで、多分倒せるでしょう。行きましょう。あー、こういうやつか。懐かしい。こいつ、2形態ぐらいない。とりあえず、一旦様子見よう。こういう時に、うわ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 、次行こうって。今か、今か、今か。あー、いつ攻撃できんだ、こいつ。待て待て待て、いつ攻撃できんだ、こいつ。うわ、これハイジャンプないと厳しいんじゃねえの。当たってる気がしねえんだけど。あ、なるほど、登ってけってことか。これスーパージャンプ欲しい。 OK、 これや、これこれ。ねえ、あ、あかん、あかん。残り1しかないんだっけ。ハイジャンプ、ハイジャンプ、ハイジャンプ、ハイジャンプ。ナイス、よし、ナイス、ナイス、ナイス。はい、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 はい。上に登ってけ、登ってけ、登ってけ、登ってけ。うまっ！最高。ここで取っとかないとちょっとめんどくさいかもしんないな。うわうわ。違う違う。うわー！うぜぇ。追ってくんなよ、マジで。うざったいな。一旦これ、待つか。一旦こいつ、いつ攻撃できんの、こいつ。攻略方法教えてくんろ。雲になってからが攻撃できるってこと。いや、せっかくの貴重なスーパージャンプが。いや、なんでそっちに二酸化炭素吐くねん。敵に向いて吐いちゃうよね、やっぱ二酸化炭素っつうものはさ。うわ、登ったらこれ下がれねえのか。あ、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 来た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 。戦える？うわ、ようやく戦えんの。厳しくない？これ多分ハイジャンプあれば何度でも攻撃がいけると思うんだけど、こいつだったらこれ攻撃できるんだろう。あ、来た来た来た。これこれ、こいつの使い道がね、俺下手なんだわ。ジャンプしがちなんで、これ一旦こう逃げるか。なあ、え、こっからなんだ、めんどくさ。とりあえずこれでいくか。あ、あ、これでいけるやん、これでいけるやん。動かなくていいわ、これ。動かなくていいわ。オッケーオッケーオッケー。な、簡単簡単簡単。ハイジャンプあれば。ハイジャンプあれば。何の園って感じ。あ、一回これジャンプするだけ。あ、こいつさ、待て！待って、上にたどり着くまでに、難関だぞ、こいつ。なるほど、なるほど。ちょっと、これやってから自動、操縦というか、微調整。くっ、俺が着地した瞬間に来んじゃねえ、お前。マジで。あ、いやいやいや、食らってもいいから、これ。このスーパーマン取らないと話になんねえ。あ、ガン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 。あ、ガンガンガン。あ、あ、あいつ上に上がってったな。よしよし、こっからこっから。体力が4つある。ほんま厳しいね。ようやく、こいつにダメージ与えられるっていうふざけた仕様になっていくから。はい、オッケー。はい、その攻撃ね。で、また吐き出すから、こん時にジャンプ。あか、こん時にジャンプ。オッケーオッケー。2ダメージえぐ。これの使い方があんまり得意じゃない私からするとちょっと大変です。いや、でも やってる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 。生まれてくるこいつ、あ、これ、この時、無敵状態は起きてきて、無双してる、無双してる。オッケーオッケー。これはゆっくりジャンプして、くるってくるやつ、やってくるから気をつけて。あ、そういうやつじゃない。あ、待て待て。ここまで来たら、あ、これジャンプ、ジャンプ、ない。あ、あ、冷静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 に。オッケー。オッケー！ナイス！ハイジャンプ、いや、これハイジャンプで取ろう。せっかくだ。おい。
いや、こいつ一番強かったかも。道中、ハイジャンプ取らなきついねって。レベル5。ヤグラヤード。マキシマムトマト取って、取ったけど食えなくて、コロ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 って感じか。でもこれ、ホイールこれ、役立つような感じすんね。ヨーガートヤード。レベル5ね、次回やっていきたいなと思います。ちょっとレベル4はね、スイッチの方で手戸惑ったね。結構探すのに。今まで結構なんとなくでこう探してて、見つけられてたけど、今回割と探さないと見つからないみたいな位置にあったからね。はい、ということで今回はここまでしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。どうしよう。